皆さんが教室で、いる時、特に雨が降ったりしてね、外へ出られないで教室の中にいる時、休み時間みんながガヤガヤとこう騒いでいる時あるでしょ。そういう時でも何か自分の好きな本を読んでいる時は、周りの子が少々騒いでいても暴れていても気にならないで読みますね。ああいう時はどんどんいろいろこう本を読んだり、物を作ったり、絵を塗ったり、あるいは勉強したり、そういうことができますね。こういう時を精神が集中しているというんですね。そういうことで、勉強のよくできる子というのは全て精神を集中して打ち込むことができるんですね。少々の雑音は気にならないでやれるという、まあ、そういうことを書いた文章です。さあ読みましょう。目を閉じて精神を集中すると雑音が聞こえなくなるそうだ。そういう体験みんな持ってますか？これの持てている子は物事に集中する力がもうちゃんとできている子ですよ。さあ新しい字がここに2つ出てきています。一つは精神の精、先ほどもちょっと触れましたね。米というのは初めは玄米といってちょっと黒いですね、あの外側を全部こう削り取る、それを精米すると言います。で米の中の芯の一番きれいなところ、一番大事なところが残ってくる、きれい美しい、それをまあ精神というんだかな。その精神は人間の一番魂の美しい純粋なところ、まあ、そういう意味なんですね。精神の精、これはね、音読みで精と言いますが、仕事に精出すとかいうそういう時にも使います。精神にも使いますね。音が精です。音を精と言いますね。それから他の読み方もありますが、ちょっと大人にならないと普通は書きません。一応精と覚えてください。それ精神という読み方ね、森の精、そういう言い方もありますね。水の精とかね、まあ、森の精は書いておきましょう。さあその他にもう一つの字は雑音の雑ですね。これは皆さんもよく使う字で、よく見る字で、雑誌があるでしょ。書き方は9、10、こちらをフルトリと言います。雑誌、他の読み方はやりませんね。雑だけですね。お正月の雑煮なんかはこの字を使いますが、ちょっと煮るという字はちょっと難しいのでここでは書きません。雑という読み方、この場合にここの右側の部分が作りの部分ですが、これが古鳥という作りです。鳥にはこの鳥とこの古鳥というのと、それからこちらの鳥は皆さんもう2年生で習ってますね。この鳥、これは尻尾が長い鳥を言います。こちらは尻尾が短い、まあ太く短い鳥ですね。こういう鳥が皆さんの家の周りでそのどういうんですか、集まってきて、そしてしかもそれが小さい鳥、そんな鳥をどう言うんですか。ちょっと書いてみましょうか。こんな尻尾の太短い鳥があって、その小さいのほら、これスズメというんですね。小学校でこの字習いませんけど見たことあるでしょ。もうちょっと格好よく書くとこうなります。これスズメです。でこういう尻尾の太短い鳥がですね、いっぱい木の上に寄ってきた時、これを集まると言います。こういう鳥をよし、あれをなんとか手で取ってやれないかな、手で取ろうと思ったらどういうふうにしたら取れるだろうかな、いうような推理をしていくのを、ほら推理小説の推ですね。それから尻尾の太短い鳥をですね、どういうそういう太短いスズメのような鳥が道の方に降りてきて、
餌をポンとついばんで、またピョンと向こう側へ飛んで、チュ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 と餌をついばんで、あ、人間来たわよ、いてツツツツッといて、パッとこう空へ飛び上がる。これが進むです、ね、男の子にね、この秀雄とか高雄とか正雄とかいうので、こういう字を書く子があるでしょ。皆さんの中にもありますね。男の子というのは大体女の子を前やった姿勢よくしてさ、キュッとこう肘張って、いやいい格好いいか、ちょっと威張りたがる。だからこれがその姿勢を表している字です。腕キュッと張ってね、女の子の前で元気そうにこうする。だからこれ男の子の男、オスと読みますね。だから男の子には雄一郎とか、あるいは高雄とか正雄とか秀雄いう名前、こういう名前よく使ってますね。それから、そうだな、先ほど習いたての字、これで言えばこういう尻尾の太短い鳥が木の上に9匹ほど、いろんな鳥がたくさん並んでる。そしたらそれがどんな鳥かわからないから、いっぱいこのある区別がもよくわからん、そういうのを雑と言いますね。雑誌いうのはいろんなものが、漫画でも物語でもクイズでもいろいろごちゃごちゃ載ってますね。そういうごちゃごちゃと集まっているのを雑と言いますね。そして正月の雑煮なんかいっぱいお餅もなんか、いろいろな松茸も、それからなんかいろんなもんいっぱいごちゃごちゃ入って一緒に煮炊きしてるでしょ。だからいっぱい煮ているから雑煮というんですね。こういう雑煮のいっぱい ごちゃごちゃとあるのを雑と言います。それからまだ使うんだったら、そうだな、さっき守る字やったね。この守る字、これはさっきお話した通りです。草むらの中に尻尾の太短い鳥がなんか病気かなんかで落ちている、かわいそうに、病気なのかな、それをお手手でキュッとこう手でキュッとこう抱えてやって、そして俺を、僕がこれを守っているんだよって皆に言ってね、そして守るいうので保護するの業です、守るいう字ね。それからね、ちょっと難しい字でいきますと、日曜日の用意字、皆さん2年生で習いましたね。これはどういうことかというと、そういう尻尾の太短い鳥がさ、そのこれ羽を表しています。羽、2枚の羽をこうして、それ行くように、空を飛んでいるように、お日様が毎日や朝東の空からずっと空を通って西の空へ沈んでいく、西の方へ沈んでいく。それでそのちょうど鳥がこう羽を 2枚の羽を動かしているようにね、そのお日さんが空を毎日毎日動いている、見えない時は雲の上行っているはずですね。それで輝きながら渡っているのが日曜日の夜は、これちょうどそのように2匹の鳥が足を動かしてピョン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 と飛び回っているのは活躍の役で、踊るいう字ですね。踊る。それから洗濯 あの水の中は、水がそのようにピョンピョンとこう回っている、水が回っている、その様子が、洗う。手先で小さいものを洗う時にはこちらの洗うで、大きくあの鳥が飛んでいるように水が回って動いているのが、これも洗うですが、大きなものを洗う時はこう、そして洗濯、どちらも洗うで洗濯ですね。このように古鳥を使っている字はいっぱいあります。さあ皆さんもそういう古鳥を使った字をしっかりと勉強してやっていってくださいね。このように漢字にはいろいろなこの成り立ちに意味があります。そういう意味をしっかり覚えておくと、漢字を覚えるときにとても覚えやすいんですね。ぜひ皆さんこれからね、漢字を覚えるときにどんな意味があるんかなというふうにして考えながらやっていくと、漢字を覚えるの面白いですよ。漢字には音と訓がある。そして変や作りや構えや、そういうものいっぱいある。そしてそれぞれに成り立ちにはこういう意味があるんだなということをやっていってください。